からは忙しくなる。他の参加者たちにも伝えねばならぬことが。その必要はないよ。リリララ、お前の役目はもう終わりだ。これ以上僕の邪魔をされては迷惑なんでね。もう楽になっていいんだよ。なるほど、少年たちの言っていたことは本当のようだ。だがなぜ現代にいる。お前は一体何者なのだ。未来王。確かに500年前はパッチ族だった。だけどそれは転生した仮の姿に過ぎない。だったでは、まさかパッチ族が悪魔というのは。スピリット・オブ・ファイヤー、パッチだけが所有する五大精霊の一つさ。こいつの炎は地上にあるもの全てを燃やす。骨も、そして魂さえも。無に帰るがいい、リリララ。悪魔と呼ばれたパッチ族はこの僕一人だったのさ。こいつを手に入れるために500年前あえてパッチとなっただけだ。全ては人間への復讐のために。